宗妃は反乱軍鎮圧に功を立てる一方、天水で反乱軍の将郊外を再び逃がすなど、オロチに歯向かう準備を進めていた。対して奪起も宗妃に警戒を強め、それが愛想もない石田三成と共に行動させることで牽制した。一方呉軍も主君孫権を人質に取られ、オロチの属国となっていたが、その呉軍を率いていた孫策が突如反逆する。オロチは孫策の弟孫権に呉軍の統括と孫策の討伐を命令、宗妃に対し孫権への協力を依頼した。孫権さん、嫌な立場になったね。兄上は父上と孫悟を捨てた。もはや敵でしかありません。覚悟を決めた男って素敵ね。え、宗妃さんに三成さん。孫策軍には焦燥の色が見える。この寝返りは寝られたものではなかろう。ふん、誰かさんならもっとうまくできた、そう言いたいのか。孫策は早くも逃げ自分へ参る。孫権はどうした。必死に孫策を追っているようだが、先走りすぎな。全軍孫権の援護に向かえ。孫策を逃がすな。出番くん、拙者が参ろう。孫策、砦へ向かってください。お前も死ぬなよ。撃ち取った。大活躍ですな。ひとまず撤退だ。敵将撃ち取った。そう士官なれば当然の活躍だ。大活躍ですな。孫悟のため、何としても兄を捕らえねば。撤退だ。奪ったら、ご苦労。
皆が耐え忍んでいるために、ゆえなぜ私はリュウに会わねばならぬ。孫賢様の命であって、ここは通せません。ならば、力ずくで通るまで。大活躍ですな。足が相手で動くか。久々に強敵と会えたわ。敵将、武士とったり大活躍ですな。兄上、自分が何をしているのかお分かりか。分かってるさ。親父も分かってくれてるはずだ。捕まるわけにはいかねえぜ。ならば必死であがいてみろ。あれ、まだ孫作を捕まえてないの？派手にやられたな。で、俺をどうする気だ。見逃してやる。これがオロチを揺さぶる一手とな。悪いな、恩に着るぜ。さっさと行け。宗師さん、早く孫作さんを連れてきてよ。当然捕らえたんでしょ。孫作か、逃げられてしまった。私見たのよ、宗師さん。逃げられたじゃなくて、逃がしたよね。ちょうどお前が見ているところで私が敵を逃がす。ダッキーよ、出来すぎとは思わぬか。お前も知恵はあろう。これは我らを裂く関係に過ぎぬ。おそらく敵の知能、周囲の策か。宗妃の偽物を使い芝居を打ったのでしょう。なるほどね、わかったわ。ここはわかったことにしといたのです。